はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。スターホースポケット、私は喜多方くるみ、よろしくね。こプレゼントが届いてるわよ。こちらですね、ペルーサ。一応デイリーガチャも脱車ゴーゴー、気合い入れていくわよ。さあ、今回は何をやるのか。前まず馬体重を回復させないといけないですね。ドバイですかね、この調子だと。気合い入れていくわよ。もしくはドバイいいかもしれないですね。気合い入れていくわよ。ドバイは前年ですね、ドバイまだ出てないんだ、この馬は。ベスト馬体重が、上がったので506キロになったので、プラス2キロから4キロぐらいで気合い入れていくわよ。出したいですね。もう一周休ませます。さあ、これで入球です。いきなりパートナー調教、期待できそう。これなんでしょう。うん、いい感じじゃない。おっと、調子が落ちたぞ。気合い入れていくわよ。色が結構溜まってます。いい感じだわ。クエスト達成よ。ドバイは翌週ですね。まあ大阪杯という手もありますが、ダート悪くないんですよね。まあでもドバイターフかな。戸崎騎手に気を復活。気合い十分ね。いい感じだわ。こ
今週はレースがあるわね。気合い入れていくわよ。何キロなんで6キロ絞れば。いい感じだわ。嬉しそうね。何か用？さあこれで馬体重の回復は文句なし。ちょっと疲れが気になりますけどね。かなりのあのハード調教だったんで。太陽の巻き輪王祭もやってます。1.5 倍ダントツの一番人気。ただいまより投票受付を開始します。まあここも軽くあの突破して、次もあの挑戦させたいと思います。カップ戦です。インティラークリアルスティールも出走してますね。リアルスティールって、はいはいはい、まあ先方は結構前残りを予感もするけどな。桂浜でしょうか、高知なんで。この世界はさあ名壇競馬場でドバイターフにチャレンジです。なんでしょうねこの音は。ゲートインが完了しました。体制完了。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。5番インティラークが上がってまいりました。そして2番手に1番さ、意外と激しい展開に見えるが、ダブリエルがその後ろポリーズワルツ、それから4番リアルスティールザコルシカル、ほとんど馬体が合っています。9番 LTR、 8番グランプリホース、カタノマレーであります。そしてその後ろからフランボリアント、そのうちにトリスター、6番バリアー、これがしんがりであります。先頭の方はどうなっているか。これが先頭ベリースペシャルであります。ちょっと離されまして、3番ガブリエル、その後ろでやりましょうか。インティラーク、そして外からは12番ユーロキャビーン、ポリーズワルツ、その後ろ3馬身くらいあって7番ザコルシカン、それからもう1頭ちょっと早いかな。通過1番人気のカタノマレー、戸崎騎手どのあたりで動くんでしょうか。外から1頭9番エルティタール、ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。さあ先頭はベリースペシャルが、なかなかあの上がれない。しかもベリースペシャルが結構いい感じ。おっと鋭い足だ。曲がることなくかわし去っていきます。強いですね。思った以上の完勝でした。1000枚確定しました。ドバイターフ制覇です。来た、ありがとうございます。気合い入れていくわよ。ショートケーキもいただきました。ついにスタートまで SS になりましたね。さあメロンがいいのか分担がいいのか。まずまずかしら。結構馬体重が減ってますよね。まだ半分残ってるんですね。16戦もしてるんですけど結構タフなのが嬉しい感じです。
まず放牧しましょう。何か用？気合い入れていくわよ。気合い入れていくわよ。はい、というわけで、ドバイターフを無事勝つことができました。3連勝ですね。 G1 もこれで7勝目となりました。再度WBC にチャレンジして、制覇を狙っていきます。応援よろしくお願いいたします。応援といえばチャンネル登録もぜひご協力よろしくお願いします。今900人超えております。あと1000人でチャンネル、収益化の最低条件となります1000人を突破いたしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。近くですね、ファイアーエンブレムの風化雪月っていうのも、スイッチまだ持ってないんですが、買ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。もちろんこちらもスターホースポケットも順次やっていきますのでよろしくお願いします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。